エカテリンブルク市電は、ロシア連邦のエカテリンブルクを走る路面電車。総延長 78km の大規模な路線網を有し、2020年現在は、トロリーバスと共に、エッツによって運営されている。エカテリンブルクに路面電車が開通したのは、ソビエト連邦成立後、都市名がスベルドロフスクであった時代の1929年であった。 都市の急速な発展に伴い路線は急ピッチで建設が進み、1935年の時点で9、系統にまで成長し、運行速度は当時の路面電車で世界最速となる時速 18km を記録した。それ以降も、さらに路線網は膨れ上がり、第二次世界大戦直前には全11系統、123両の車両在籍数を記録した。 大戦期の始電は、旅客輸送に加えて各地から疎開してきた工場への物資輸送も担うようになり、電気機関車が牽引する貨物列車も多数運行された。終戦後、さらに路面電車の路線網は急成長を遂げ、車庫の増設も行われた。車両面についても1948年以降、ソビエト連邦内で戦後初の新造車両となった大型ボギー車。 MTV-82 が運用につき、1958年からは、チェコスロバキアで作られた、高性能路面電車のタトラカーの導入が開始された。特に1963年から営業運転を開始したタトラ T3SU は1980年代まで、長期にわたって大量生産が行われた。また、1960年からは、 運賃の支払い方法が車掌を介さず、乗客自身の手で乗車券に国印を行う信用乗車方式に変更された。ペレストロイカやソビート連邦の崩壊により、経済が不安定になった時期でも、市電では路線の再編が実施され、1992年には新規路線が開通している。2000年代以降は、エカテリンブルクに工場を置く。 ウラルトランスマッシュ製の路面電車車両を導入し、近代化を進める一方、2017年には、エカテリンブルクアリーナへの利便性を向上させるため、タチシチュフ通りを経由する路線が開通している。この路線以外にも、エカテリンブルク支店には、複数の延伸計画が存在し、 いくつかは2020年代の開通を目標に建設が進んでいる。2020年現在、エカテリンブルク市電で運行している系統は以下の通りである。運賃の支払いは、非接触式、IC カード及びスマートフォン用アプリのエカルタを用いる信用乗車方式が用いられており、プリペイド機能付きの通常のカードは、路線バス、トロリーバスと共に1回の乗車につき26。 ルーブルが支払われる一方、これらの交通機関の乗り換えが指定時間以内なら何度でも可能な時間制の電子ギップも存在し、30分、60分の2種類が発売されている。2020年の時点でエカテリンブルク市電の営業運転に用いられる車両は以下の通りである。ソ連時代はチェコスロバキアの KD たトラ製の車両が長期にわたって導入されていたが、 ソビエト連邦の崩壊以降は、ウラルトランスマッシュ製車両の継続的な導入が行われている。かつてエカテリンブルク市電で使用された車両の一部は、1998年に開設されたエカテリンブルク路面電車トロリーバス歴史博物館で保存されている。ありがとうございます。